うららかな春の日に、おことの調べ。春の足音を感じる。はぁ、ロマンズラー。誕生日に合わせて、八担ぎ姫をやってみるんだって話してたら、ばあちゃんがお友達から借りてきてくれたんだ。ダイヤさんみたいに上手に弾けないけど、おことの音は春の雰囲気にぴったりだよね。せっかくだから、お寺に遊びに来てくれる子たちに、八担ぎ姫の絵本を読む予定なんだ。みんな、丸の誕生日をお祝いしてくれるって言ってくれて、とっても嬉しいずら。ルビーちゃんからお誕生日にお姫様になってみようよって誘われた時は、どうしようか迷ったけど、お願いしてよかったな。そういえば、八担ぎ姫って、どうして蜂をかぶってるか知ってる？正解！お母様が亡くなる前に、観音様のお告げを聞いて、姫の頭に蜂をかぶせたんだよね。小さい頃、絵本を読んでいた時は気づかなかったけど、こうして自分が八担ぎ姫になってみると、何かわかりそうな気がするずら。蜂をかぶっている姿に左右されず、その人の内面を見るようにって教訓も含まれてるのかな。マルも自分の内面をもっと磨きたいずら。